パシフィックフライヤーとは、パラオのコロールに本社を置く、格安航空会社である。本社はパラオにあるが、資本はフィリピンである。かつては運営上の拠点をオーストラリアに置いていた。2008年に設立される。当初は2009年9月に運航を開始する予定であったが、2度延期され2010年3月31日から運航を開始した。5月からは、 グアム線の運行を開始し、6月にはオーストラリアの就航地がブリスベンからゴールドコーストに変更された。2010年8月13日に数週間の運休が決まり、すべての便の運行が停止された。定期便の運行は9月21日に再開することが決められ、新たに台湾路線を開設した。オーストラリア、グアム路線と新たに開設予定の香港路線は、 政府の認可が下り次第再開する予定であったが、8月16日に運行を停止した。なお、当初の予定では、週2便で成田に就航する予定であった。プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスの2クラス制。格安航空会社でありながら、機内食やアルコール、ソフトドリンクなどの飲み物、枕、毛布は無料で提供され。 機内食は72時間前までに申し込むと、特別食のリクエストも可能である。映画の上映やオーディオのサービスもある。2010年7月現在、自社で保有する機材はなく、ポルトガルの航空会社ハイフライ航空からエアバス A310 から300を一機借りて運航している。ありがとうございます。